こそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、
皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
どうもどうも、アッキーノです。エデンだと初めましてだね。っていうか私シラミネノキア。じゃない遅いよ、こんな危ない場所で一人。ブルーボックスはまだ来てないのかって？ふん、来てますよ。来てますが何か？ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわ。あいつそういうとこあんだよね、自己中的な。イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか？っていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんないし。恨めしや。ドアショア！ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ新たじゃん、ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったくチキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。そのこんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。ああうっせうっせ。つーか初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくら空論が危険エリアでも。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。あつま、これは世界を変える力だよ。ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。チッ、俺のウォールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー。最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえデジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。ふーん、特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。やっぱデジモンってデジタルモンスターの略。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだ、ハッカーなんてやばいよ。いらない、こんなプログラム捨てなきゃ。あれ、嘘、アンインストールできない。やめとけ、プログラムにプロテクトがかかってる。何よそれ。逃がすかよ。ちょ、新た、私帰るから。もう何これ、これもハッカーの死先へ進めってこと？私た
ジを返さないつもりなの？どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者もこの世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ、そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーの雛鳥だ。ここには様々な目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの、他人の財産や個人情報を狙い、本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だと雛鳥どころかまだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか、他の何者かになるか。だが経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。だったら試してみるか。デジモンと呼ばれるプログラム、それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら君の後ろにいる。You
せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったの。何？デジモンならいくらでもいる。すぐに代わりを見つけよう。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現するとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。ん？追いかける？あの強力なデジモンが欲しいのか？いや、あれはまだ君の手には負えない。なんだって？君は追われたデジモンを気にしているのか？物好きだな。だがそれこそ放っておくべきだ。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら。君がそう決めたなら好きにするといい。それなりに物好きで、まあ君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。ほっ。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順が狂ったが、そのデジモンは君のものだ。準備はいいか？お疲れ様。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは、ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でもともかく卵は帰った。この先は君次第だよ。それじゃあ僕はそろそろ消えるとしよう。寝つきの悪い少年。ああ、もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。創世紀の遺物、忘れ去られた過去の残滓さ。その証拠に
初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、そうだな、ここから帰りたくなったらそのログアウトゾーンを使うといい。目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。彼、なぜ驚く？まさか彼から何も聞かされていないのか？なら僕から言うべきことはない。そういえばまだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我の扉はいつでも開いている。デジモンなんだけど、そのデジモンもあの子たちも悪そうなプログラムには見えないよね。デジモンか、あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー、え、
凶暴な野良デジモンもいた？何それ、超怖いじゃん。奥のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから早く合流しよう。よし、いざ勝負。
か不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新とも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。なんだよ今の映像。ちくしょう、なんだってんだよ。ああ、ちょっともう一人で勝手に行くとか。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。データを食い漁ってるとかいう。お前らこっちへ走れ。なんだかわかんねえが相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトしてとっとと逃げるぞ。走れっつってんだろ。おい、君たち。僕たちがノキアを守る。逃げてノキア。みんな集中。強すぎるよ。なんでこんなに弱いんだ。よし、ロックを解除した。ログアウトできるぞ。おいノキア、早く。でもあの子たちがまだ。わかんねえのか。足手まといはお前なんだよ。お前が逃げおせりゃあいつらはどうにでもなるんだ。おい、ノキアはログアウトした。俺も続く。お前も急げ。you
たちを見つけて。ちょっと、あれやばくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！まとめて逮捕すんぞ！ああ、府警さん！誰が府警さんだ誰が！刑事さんだ刑事さん！見た目だけで物事判断してんじゃねえ！キモいから逮捕！そこ逮捕！面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前。おい待て、そこの車止まらねえと逮捕するぞ。こら！人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな？話はできるかい？それはよかった。君がもし人ではない何かだったらどうしよう。そうか、君自身、自分の身に何が起きたのか聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲で。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出した。もしも本当にそうだとしたら、じいや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も。そうか、友達のことは気にするなとは言えないが、ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のようなまことだ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらう。私が誰か？そうか、自己紹介がまだだったな。最初に名乗るべきだったな。君の存在があまりにも興味深くてね、すっかり失念してしまっていたよ。私はクレミ京子、しがない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。
では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君が現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君は今毒電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇る。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリーセレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界、つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。ん？なんだ？テレビがどうかしたか？こっちよ、飛びなさい。
Thank you.
私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。デジタルモンスターラボラト、私はデジラボ。知らぬ時が来れば私があなた、あなたが、あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ぶ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か。
Thank you.
無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじ。おっと、すまん。またやっちまったか。それとその呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になっ。それでいつからそこに。今来たところだが。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。おお、では何者だい。紹介しておこう。父の代からの付き合いでね、窮地の中で信頼もしている。見かけによらずと思っただろう。出なきゃ探偵ってな。おっと、失言失言。それで何か事件ですか。今美味しいコーヒーを入れて。いや、いい。今日は依頼じゃない。コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。聞かせていただきましょう。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している。おっと、未来の専門家さんにはエデン症。お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟が妙に情報統制が厳しくてな、神代のイメージダウンになるのを恐れて今回の件も噂の息を出ない類で、近くセントラル病院の背後、はい、ああ、セントラル発症患者の増加、症状の重篤化傾向、普段の病院で人の出入りが激しくなっている。これは何か。ようやくです。ああ。やはりコーヒーを入れてきますよ。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが乾杯はまたの機会にしよう。京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。俺はいつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないか。そいつはシャレになんねえよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。はい、そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして。これは偶然か。いな、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合。
どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ。どうやって入ったの？警備員に何かした？質問を質問で返さないでください。ひょっとしてクレミ？そうですか。遺伝症候群について何か聞きたいことはありますか？質問があれば誤解しないでください。私は神城に世話になっている人間ですから。どうなるって見ての通りです。それ以外の症状は聞いたことありません。この患者、最近運ばれてきた患者ですね。この人、あなたに似てませんか？そうですか。治った人がいたと私が知っている人で、でもきっと大丈夫。待つしかないんです。それは神城もエデン症候群もそのためにこうして特別治療。エデンのせいで誰かが不幸になるなんて、何とかしなきゃいけないんです。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。こんにちは、ケビンさん。お仕事お疲れ様。あん、今日もいい男ね。リエさん、今日ケビンさんのたくましい大胸筋、あん、我慢できない。岸辺様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸辺リエ、背後のお出まし。神城の上役が何をしに来たのか気に。必要な情報は手に入れた。長いは無用。そこを出なす。おっと、私の方にも来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて。早っ。じゃーん、お、げ、ん、き。リエさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかった。ちょっと、ねえ、大好きなユウコちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッと来たのよ。ほら、辛いでしょ？別に。強がってても。ところで、いい、ピクニック。はい、あ、いえ。指？あ、そんなこと。それとも彼女さん、あそこの部屋とか。やで出ていらっしゃい。このリエお姉様がユウコちゃんの保護者として、手取り足取り腰取り。
なんだ、誰もいないじゃない。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。私なんて、ゆうこちゃんくらいの時には。それじゃ、本命の彼の様子、私たちが揃って顔を見せたら。はい。あの人。みんな、行くよ。頑張ったね。
自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだが、君はエデン症候群の未知なる症状の発症者。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない、慌ててもいけない。ただひたすらに粘り強く鉄頭鉄尾堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件も多い。仕事をこなしていくうちに手がかりもつかめるだろう。安心しなさい。君の素質は私が保証する。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待しているよ。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼さ、うん、ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯といこうじゃないか。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが味も方向もまた格別だぞ。では電脳探偵誕生を祝して。